はい、どうもキングです。今回はこちらですね、リペイントしたアグナコトル新種ですね。自分でリペイントしたやつをちょっと紹介していきたいと思います。はい、見て分かる通り電気属性ですね。雷、はい、もうビリビリあります。で、まずヒレの部分ですね。ヒレの部分は、黄色く普通に単純に塗った後、この黒い斑点を入れました。なんか黄色に黒で電気っぽいんで。で、ここ体の部分はですね、本来ここは氷で、まあ、アシュを塗装したんで本来ここ氷で白かったんですけど、そこを、黄色でドライブラシでやりました。ドライ塗装ですね、まあ、ドライでガーってわーってやって、でその上から銀を軽くドライ塗装でもう一回やって、その後に黒をちょっとだけ、ほんのちょっとだけ塗りました。足とかもちょっと多めに電気やってます。で、銀のおかげでなんか若干キラキラ光るんで、そのビリビリなってる感じが出てます。こっち表側うまくいったんですけど、なんか裏側が若干なんかベタってなっちゃったんですよね。若干ベタベタなっちゃって、あんまり表側よりそこまであれですね、良くないですけど、まあうまくできました。はい、でこちら、ちなみにですね、こちらのねフルフルがいるんですけども、フルフルのこのエフェクトパーツをね、うまいこと取り付けるとすごくなんかいい感じになるんですけども、まあ、付け方が難しいんですね。どうつけようか。そうやって一旦台座にはめますね。どうしようかな。よっ。よっと。で、こちらをどうつけるかが問題。ここにこう差し込んで、こうして。難しい。どうしようかな。こうして。まあ今やったらこういう感じですね。カメラがこういう感じになります。違うな。まあいいです。とにかくエフェクトパーツをなんか取り付けるとですね、いい感じにビリビリしてるように見えます。こうか、これでいいや。エフェクトパーツをつけるとこういう感じですね。なかなかいい感じになりますね。まあフルフルはものすごい裸になりますけどね、こういう風に。まあね、こういう風になるんですけども、はい、こういう風になります。うん、なります。はい、では今回はこちらのアグナコトル新種の紹介でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。